大デトロイト日本国総領事館はアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトにある日本の外交機関である。総領事館はデトロイト下ダウンタウンルネサンスセンタータワー400スイート1600にある。この総領事館の管轄地域にはミシガン州とオハイオ州が含まれる。日本国政府は米国の日本国のイメージを改善するために、また、 日本国政府と米国の自動車会社の緊張を緩和するために領事機関の開設を提案した。また、総領事館の開設は日本企業の増加とミシガン州とオハイオ州に在住する日本国民の増加によるものでもある。日米政府の交換も総領事館の開設が日米貿易摩擦緩和につながることを希望した。総領事館は 両国の企業と貿易を発展させるために、またミシガン州とオハイオ州に在住の日本国民に貢献するために存在する。2012年の時点でこの2つの州に日本人が1万8000名住んでいた。解説は1993年1月11日に予定されたが、総領時間はあるホテルということであった。そのようなニュースが ダウンタウンデトロイト市で報道された。日本人の交換はしかし、高級的な事務所を求めていた。榎木広国が初代総領事であった。1993年にジャパンダイジェストは、日本政府は、米国製の車を日本に輸出させ、検査し、運転するために、ある公務員を常駐させる計画があると報道した。この計画は、米国車が、 日本の放棄に合致する排気ガス規制や安全性を備えることを確実にするであろう。このことに関して、米国の自動車産業は、日本の対応の遅さに関して苦情を述べていた。2011年の東日本大震災発生後、総領事館は200以上の団体や個人から合計26万8000ドルの救援募金を受け取った。松田国規総領事は、 ミシガン州とオハイオ州の人々に感謝の言葉を述べた。ありがとうございます。